皆さんこんにちは、黒メガネクロの京阪神駅前探索。今日は JR 京都線の東淀川駅に来ています。東淀川駅、あまり聞き慣れない名前かもしれませんけれども、新大阪の一つ隣の駅になります。大阪の表玄関の一つ隣の駅はどのような感じになっているのでしょうか。早速行ってみたいと思います。休日の昼間なんですけれども、非常に人通りが少ないのが印象的です。本当にここが新大阪の一つ隣の駅なのかとちょっと疑ってしまいますけれども、そして休日の昼間にもかかわらず閉まっている店が多いんですね。もしかしたらここは夜の街なのかもしれません。なんかよく見るとスナックとかそういう店が多く入っている雑居ビルがあります。スーパーも開いているんですけれども、中には人がいるようで、自転車も結構置いてあるんですけれども、なんとなく人の気配が見当たらないんですよね。いずれにしてもここの街、非常になんかこう昭和が残っているような、そんな雰囲気がします。ここがメインの商店街になるのでしょうか。それにしても非常に寂しい。ここは地元の方しか来ないでしょうね。わざわざ大阪からこの駅に降り立ってここの店に来るというような、そういう観光客はいてないのではないでしょうか。それが証拠にこの休日、この人通りです。で、街を歩いてて感じたんですけれども、アジアチックな店といいますか、アジアンチックなそういう飲食店が多いんですね。インド料理でありますとか韓国料理とか、そっち系の外国の方とかが多く住んでいるのかもしれません。駅の方に戻ってきました。本当に大阪駅の表玄関の隣の駅と思えないほどのこの寂れ感、一体何なんでしょうか。で、この隣の新大阪駅とはもう本当に目と鼻の先で非常に近くて、もともとここの駅っていうのは新大阪ができた時に廃止になる予定だったんですけれども、地元住民が反対して残ったというふうに聞いています。本当にもう歩いていけるような、そんな距離に新大阪あります。
かしここはビジネスホテルでありますとかマンションたくさんあるんですけれども、だいたい新大阪を名乗っているんですよね。実際には新大阪の隣なんですけれども、新大阪を名乗っています。これは何か一つのプライドなのでしょうか。なかなか入り組んだ味のある商店がたくさんある、そういった印象の街です。しかしここもやはり夜来た方が見応えがあったのかもしれません。まあ夜来ても同じことなのかもしれませんけれどもね。はい、5月のゴールデンウィークに歩いています。では先ほど駅の西側だったんですけれども、東側の方に移りたいと思います。ちょっと前まではこのような平屋の駅舎だったんです。非常にレトロで味がある駅舎です。この頃にもちょっと来たかったんですけれども、今はこのように高架になっていまして、でご覧のように自転車なんかも通れるようになっています、この高架。こちらの方以前は踏切があったようなんですけれども、踏切がまあ開かずの踏切で、本当にもう1時間に数分しか開かないというような、そんな感じだったようです。ですので西と東とがもう完全に分離されているというような、そんな雰囲気になっていました。でご覧のように東側、こちらの方はほとんど住宅地といいますか、もう商店というものがあまりありません。ですので東側の住民はその開かずの踏切をまあずっと待って、それで西側の方に買い物に行くといったような、そういう生活スタイルだったんですけれども、今は高架になって自転車も通れるようになっていますので、非常に便利になったのではないかと思います。ちなみにこの JR 東淀川駅なんですけれども、東淀川区に位置しているわけではありません。淀川区に位置しているようです。なぜ東淀川区駅になったのかといいますと、まあいろいろと諸事情があったようです。ネットで調べていただければすぐにわかると思います。まあ、非常にマンションとかがたくさんあって住民多そうなんですけれども、まあ、生活には便利じゃないでしょうか。新大阪にも近いですし、梅田にもすぐに行けます。ただ普通電車しか止まらないので、まあ、本数はそんなにないとは思います。それにしてもやっぱり東側も西側も寂しい限りですよね。人類が滅亡してしまったのではないかと思うかのような、そんな街の雰囲気ですけれども、何度も言いますが新大阪駅の隣の駅です。さらにその隣は吹田駅になります。以上 JR 京都線の東淀川駅からでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。